この動画は歯科衛生士専門学校の公衆衛生の授業のサブ教材です。今日は公衆衛生入門3と題して公衆衛生の入り口のお話をします。有名な WHO の健康の定義をご紹介します。 これは1948年世界保健機関 World Health Organization による定義です。健康とは容器、虚弱から自由であり、身体的、精神的、社会的に 健全な状態ここで大切なのは健康は病気じゃなければ OK ではなく心と体さらに社会的にも State of Complete 健全でありたいという部分です社会的に健全 例えば勉強をしたいのに学校に通わせてもらえない仕事をしたいのに職にありつけないこのような状況は健全と言えるでしょうか社会の中で、 認められているはずの活動が制限されている。認められているはずの自由が制限されている。WHO はこのような状態は健康ではない。そう定義しています。健康の定義には続きがあります。健康は 一部の人間にのみ認められた特別な権利ではなく全ての人間の基本的権利基本的人権であるという指摘です基本的人権の考え方をまとめた一人にジョン・ロックがいますジョン ロックは1690年に「統治・二論」という本の中ですべての人間は平等で独立しており生命、健康、自由、所有権は守られなければいけないと訴えました。この 生命健康自由所有権が今の人権の大きな柱になっています健康の定義には社会的に自由でなければいけないという考え方がありました一方で私たちはなぜ 健康に価値を置くのでしか社会疫学の専門家であるイチロー・カワチが2002年「不平等が健康を損なう」という本の中で述べている理由を紹介しましょう。健康を追い求めようとすると。 特に他の目標とぶつかり合ってしまうことすらある。しかし、健康はいろいろ個人の能力がある中で不可欠の、そして測定可能な要素である。健康は 自分にとって大切な計画や事業を追求する際の自由を与えてくれる。だからこそ私たちは健康に価値を置くのである。最後にクイズを用意しました。時間のある方はチャレンジをお願いします。うん それではチャンネル登録と高評価を忘れずにチェックして次の動画をお楽しみください。